おっす。チェックです。始まりましたね。チェックです。さあ、それではじゃ あ1回戦から、はい、やっていきましょう。ランダム2オン2の勝ち抜き戦となります。左上から順序を行いますが、いらっしゃらない場合は少し飛ばす場合もございますので、ご注意ください。始めました。相手がいます。リクルートさん、コースケの声がでかい。コースケの声がニコ生に入っちゃってるんだけど、どれだっけ。コースケ、どれが入る。コースケの声がニコ生に入っちゃってるんだけど、どれだっけ。これ、あれ、あ、いや、あ、ごめん、いいよいいよいいよ。俺やる、いいよ。はい、どうぞ、ごめんなさいね。アモ、後でナイフ使ってさん。アモ、そんな、ありがとうございます、どうぞ。ファイト。お、取れた。さあ、これで早速1回戦目始まってますね。今日はランダム2オン2です。さあ、1回戦目から、女性プレイヤーですね。ミーミーアスカ、ラカン、ラカン、すごいですね。あの、向こうの放送にですね、この放送のステマ、ステマチェックください。お願いします。2回超える。 OK。 さあ、マードスからしたらね、ステータス技が強いルンガーは非常にやりにくいんですよ。こちら豆大豆、どのようにやっていくでしょうか。さあ、15連マイナス15に15のアッパーをしっかり決めて、クーポン。本日はですね、30名の方にエントリーしていただいております。さあ、当たるとコンボを決めて、赤がたっぷり残っているんで大事に変えたい。チェンジ成功。これはもう有利と言っても過言ではない体力が。コンボをやられてもね、コンボの初段にアサルトを取り組まれた場合は赤ゲージがたくさん残るので、ぜひとも安全にチェンジしたい。安全にチェンジすれば相方にもレイズがあるという状態なので、かなり、有利に戦えます。さあ、先方1人目、ミーミーが今回勝ち抜き戦ですよ。さあ、音声とゲームをどうでしょうか。あ、コメージ入ってた方、ありがとうございます。今日の姿も盛り付けますよ。Get ready for the next batch. 本当に盛り上がってます。俺たち、ありがとうございます。止められるか。伸びと頑張ってコミュニティを大きくしようと頑張ってます。後で泣いても知らんで。Round one. Fight. さあ、最速スタートね。そのようにいい判断でしょうか。なんとこのクリアーも立てたように、ガーツはあまりにも数が増えて、対策が進んでいくから、
なかなか使いづらい。はいはい、はい、どうでしょう。まあ、ちょっと上げました、どうでしょう。今もっとお店前に設置があります、ありますよ。お店の近くにあります。安いところもあります。OK、ありがとうございます。さあ、支援カウンターヒットで安全チェンジ。こんにちは、エイジで欲張ってラテオガードされて4割ですね。さあ、壁詰め嫌がったシューがヒット。これはもう終わらせたい。終わるね。ペンの弱点って何なんでしょうね。結局下がってれば致命傷をもらわないことじゃないでしょうか。ユウさん、グッド、シーユー、アーサンキュー。ユナピーがユウさんのコスプレガソの体験出たことがあるって言ってましたよ。え？本当に、訴えるまである。相当系の考えだよ。今、ゆとりモンスター2号対ミーミー。ゆとりモンスター2号は名前ちょっと変えてますけど、ハルスケというプレイヤーですね。さあ、ミーミー2人抜き、いけそう。頑張れ。あとは、アサルト使って、アサルト使う。まあ、レイジなしでも逆転可能な体力ですからね。怖い。さあ、フルセット。勇者をガードで攪拌返らず、水面まで有効にヒット。さあ、空間でできない。さあ、熱波で当たるのか。中上か、中上を見せてからの中中。読み合いジュースですね。さあ、フレームを使って攻めていく。前々受け前面で甘えて、アルピーリックから強さに影響がある。鈴木魔人さんやり始めてるんでしょうかね。この前までちらっと俺たちを止められるから。シャラはラースも自分で使ってるし、対戦経験も豊富だから、もうサブのラースあたりには負けないでほしい。フラッシュからフラッシュ。
公式やってるのにこっちもあるのか。こちらはですね、大会放送なので。さあ、左横しゃがみで、バジーガードしたら楽ように、バジー剣を返すが殺しきれない。さあ、様子見。デモが大きい。はい、下げました。公式やってるけどやっていくスタイルですね。ゲーム音が多すぎてユウさんの声が聞こえない。ちょっと今挑戦しました。漢字団が言っても誰か対戦してくれますというか、もう漢字団同士の団員戦も余裕で行われてます。いい感じになりました。ありがとうございます。あそこはもう受け身取らなきゃダメですね。擬人形のチェンジ、さすがに全体のペースを握ってるのはシャナ。壁は側面だから難しい、下ろせない。さあ、スカにとりあえずの先行列拳。ワン、ツー、スリー、フォーは各班に大きく下段を選択。最下だけで削って、相手はこうなるともう大きくいくしかない。レイジは、まあ、レイジ残したくなりますもんね、あれはね。さあ、壁運びでレイ、アサルト使わず壁の位置が変わってしまうが、最大加算アサルトを使って、ここはレイジを使いたくない。ダウクラッシュからボルトでバン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 。さあ、前々ローピナーと動いていたんでしょうか。いや、距離が斜め軸だから高ハンド入ったんだね。こんにちは、リュウさん、こんにちは。こんにちは。いい天気ですね。コリアンプレイヤー、ゴーバックでコリアライスな。いや、さあ、さすがのシャナ、大将の意地を見せる。さあ、手前側の巨体モブさんが風神を追い詰めている状況。ペコスの対戦もっと見たかった。アスカクザマ、ジュンカザマ、 Get ready for the next bat。 鉄拳強くなるためには、まあちょっと今日放送を見て考えてみましょう。10連って覚えてないと対策きついですか。覚えてないと対策きついですね、間違いなく。Round 1. Fight!
Fight! You can use your drop or use your bomb. こいつ文法めちゃくちゃだな。今日はイベントというか放送タイトルの通りです。ランキングバトルですね。バンチョーのコスプレが決まったみたいですよ。天使ちゃん、天使ちゃんがどういうことかわからないですけど、これは気持ち悪そうなことには間違いないです。ただ単にランダム2オン2の大会の成績を結果、今日の結果をランバトのポイントに反映しようというだけ。ママスマッサーカップ優勝ね、ありがとうございます。公式生きがいるおさんのこちらですね。コベのチームどうなってるんですか、よくわからない。大会開始時間とかありますからね。セガムガヤ受験が盛り上がっているのは、都内では僕が知っている限りでは秋葉原と新宿、特に新宿は高団員が集まってますね。ユウさん、アマキの相方でこいつ強いよ、こいついいよって平八でいいんじゃない。もう理由とか言わないから平八にしてください。新宿秋葉原はなかなか盛り上がってますね。秋葉原はもう団員こそ高くはないんですけど、ジャイスイとシャイニングってどうやって見分けるんですか。まあ、ジャイスイ、シャイニングはコマンドの性質上どうしても捨て捨てからジャイスイを出そうとしたってシャイニングほど滑らかには出なくて一旦止まってしまうんですね。そこら辺が見分けるポイントじゃないでしょうか。もし完全に同じように出せたら見分けられはしないです。このマイクはゲーセンに絶対聞こえてないですよ。聞こえてたとしても問題ありません。ユウさん、ディルディクヒーゴッド、新鉄拳ゴッドライトな。新鉄拳ゴッドってなるの？トゥルー鉄拳ゴッドじゃなくて。エコーかかってます？なんか放送の音を切ったんですけどね。
コウスケが向こうで喋ってるのが聞こえてんのかな。いや大丈夫だと思う。うん、あ、広告の結果が出ました。ありがとうございます。マスクの影響はあるかな。風邪気味ですね、ちょっと風邪気味というか喉が痛いだけです。花粉の可能性が高いです。そうですね、一回更新をしてもらって、ありがとうございます。後で泣いても知らんで。ラウンド1ファイト。ミス君はいるのかな、アイドンの。スタンドプロ。さあ、ワン。もう一つの状態を移していきましょう。さあ、白鵬のブライアン・ドラゴノフでしょうか。やっちゃうんですね。さあ、対するワン、お、違う、ドラゴノフ JC、白鵬って誰、わからない。ユースさん、マスターカップお立てしたんですよ。お立てしました。公式でコスプレバンドを登場。そうですか。アスカジェーシーって相性いいんですか。相性めちゃくちゃいいですね、アスカジェーシーは。ぶっちゃけてコンボ相性やばいです。So many non-name player. No, no, no. Left side player is Peter. Japanese famous player. Actually, 相性は悪いので大丈夫でしょうか。もうイースラム限にいます。もうね、本当組み合わせはね、組みたいから組んでいいよ。番長アニコスする羽目になってるの。頑張れ番長、応援してるぞ。あんなで見せかけるのはどんどん行った方がいいですか。まあ体力見て基本的にはどんどん行った方がいい。特に問題ないね。そんなあれですね、キャラをどのキャラ組ませようかと思ってる人って、まあ間違いなくやり込んだプレイヤーじゃないと思うんですよ。そういう人たちから取ってみれば、そのキャラによる組み合わせによる優劣っていうのはそこまで大きく対戦に反映されないんで、好きなキャラで組んでやる気出してやり込んだのが一番いいですね。そうですね、好きなように組ませるのも楽しいよね。今日のユウさん怖い。マスクですかね、優しいですよ。今日の JDCR のプロリーグ、今日じゃない、明日じゃないですか。マスターカップ以降モチベーション上がりました。どうなんでしょうね。まあでっかい大会もちょいちょいあるみたいなんで、そういうのをモチベーションの糧にして。タックよりソロの方が勝てるんですけど、タックにこだわる必要ってありますか。まあ、ソロでやり続ければいいんじゃないですか。で多分途中で、あーソロってこういうとこが不利なんだなとか、こういうのきついなっていうのは絶対わかるはずなので、そこからもう一回考えてみましょう。ノーリスのブログってもう更新予定はないです。更新の仕方がもう分かんないレベルです。ログインできないです。
精神ドラゴンプレイヤールークワイキープスタイルヒットに似てるってことか。ソロとタックだったらタックの方が得な部分はたくさんあります。タッククラッシュでしか避けれない連携とか、生チェンジだったら避けれる連携とかありますね。あとは何よりこの1回浮かせてしまった時の期待値がアサルトを含めて壁運びできるので高くなりますね。新しくアフィつけてホームページとかいいと思いますけど、ちょっと詳しく教えてください。よく分かってないんで僕。さあこのままクーちゃんと、クーちゃんはアスカソローですね。トジがツイッターで番長ポストで上げました。おう見てみよう。今菅もどのくらいいるんですか、30から40というところでしょうかね。ユウさんはもうフェンリアを完全に固定でしょうかね。固定だと思います。フェンラースとか考えたことありますけどね。さすがに低レベル。最近ユウさんの試合見ていただきます。今日出ますよ。こんにちは、今度菅も遊びに行きます。ぜひいらっしゃってください。さあ電波が悪いので番長のコスプレが見れない。お、これか。なんだろう、見ましたけど、これか。なんかぶっちゃってるよね。気持ちよくなってそうだよね。延長 OK です。終わりました。アリサ使いたら移しましょう。今います。これ邪魔かな、こっちでしょうか。ヒット。あ、ちょっと待ってください。KO Round 4 Fight。
お茶買ってきました、すいません。お、試合の中で技、ガードキットの後などフレーム状況を意識して立ち回ることが毎回はできないんですが、そこは慣れですか？慣れじゃないです。もう全てやる必要はないですね。できる部分だけでいい、重要な技だけでいい、展開を作る最初の技だけでいいです。左アッパーだとかワンツーとか、鉄拳始めたのですが覚えること多くて難しいです。間違いないですね、難しいです。ただ師匠がいるとこの山ほど山ほど覚えることがある。鉄拳を上手くなるために、まあ最短距離とは言えないけどすごい効率よく上達できるんですけどね。誰か教えてもらえる人いないですか？いなかったらノビインストラクターに頼んでみてください。さあ山川の筐体、元鉄拳王西君、苦手な 1P。 西君誰も2オンなのに誰も後ろにいないけど、どうした？俺はいますね、師匠。ゆうさん、コングレッション、コングラチュレーションというビームスタカップ5、 Thank you。 エコー聞いてる？マスクなしでやってみようか。マスクなしでもエコーが聞いてたら何かが原因だ。もうリバーブかかってるんじゃないの？あ、ジェイシーの横にぐるぐる少年が集めてくるやつの対象がありますが、一発目ガードしたら一瞬立ちしゃがみかじっくり暴れ。マスクではないでしょ、多分。師匠2人いますね、1人剣レベル、もう1人鉄拳士やけん差がありますけど、いいですね。鉄拳士の言うことって時々よく分かんなかったりしますからね。鉄拳士ってよく考えたら量しかいないじゃないですか。どうなってるの？特に音気になりませんよ。ありがとうございます。なんか放送中音声に対する不満や意見などありましたらどんどん言ってください。剣レベルの方が分かる、まあ、そうでしょうね。誰、もう一人トライバルさんいないっすね。ああ、大勢やってんだ。
チェックチェック検出に流れました。動画もあると思います。Get ready for the next battle. てかね、多分強さ的な話だったら、多分巣鴨より新宿の方が超トッププレイヤーが集まってる。巣鴨は本当幅広いですね。強さ、wanna see his face, what he look like?ミスカの顔か、まあ、本人の許可がないと何とも言えない。ミスカ顔出し放送でマスクは甘えない。まあ顔出し放送ってイメージがないんだけど、しょっちゅうしょっちゅう顔出してますね。空気悪いんだよ。すごい価格です。最高の価格を入れられた。一発の横移動 RPLP。 博多のイベント普通に少し、あー伸びちゃったら出てるか。そう、ミッションが誰に似てるかはちょっと言えないです。さらにイケメンです。マンションの方、伸びチーム。おお、さすが伸び。おめでとう。気をつけて帰っておいで。あ、青チームさん。スペインのあんな拾い方あるんですけど、あんな拾い方する必要ないのに、なんで一瞬難しい方やるんだろう。キャット中 LP で OK ですよ。スライディングガードしたら。さあ、当たると使わない、よく見てね。あーっと、一瞬しゃがみを見せからフライングヒール。KO! ラウンド3。ファイト!砲弾の対戦が見たいですけど、金曜は新宿、砲弾の対戦を見る観戦目的であれば新宿はまあ硬いですね。交通の便もいいです。ただ巣鴨には困った時に教えてくれるノビーもいますよね。で砲弾もいますよ、もちろんドラマで。僕は駐車場の関係で KO。躊躇出ることになりました。ユーサーとノビさんってインスタやってるって言うけど、だから俺何回も勘違いされてるんだけど、俺インストラクターじゃないですからね。マジで。違います。普通に公認プレイヤーではありますけど、インストラクターじゃないです。ユーサーはノビの保護者のイメージ。ノビも大人ですけどね。さあ反応がいいね、イシ君。さすがの見立てで最初トライバルを残しての勝ち進みです。
新宿のレベル高いゲーセンでのスポランです。ユウさん SDZ SDZ シリプレイブライアンの ハーフステからの技出したいんです、 LP 出したいんですがいつも下段になってしまいます。それは斜めで止まれてなくて前まで入っちゃってるんで、斜めをもっと意識して。ユウさんは鉄拳どのぐらいやってるんでしょうかね。鉄拳4の後期ぐらいですからね、もう10年以上やってるんじゃないですか。やめてください、そういう質問悲しくなるんで。ユウさんはファイブからブラからフェンに変えたのって言って、いやブラやってないっすね、サブでやってましたけど。ガンリオもやってましたね、家庭用だが一から遊んでるおっさんならオールで。あ、鉄拳ファンですね。僕も鉄拳ワンは やってましたよ。あ、本当にガチャプレイでしたけど。ユウはリーで練習会してたよね。周回ばっか狙ってましたね。ファイナルの時西スポで練習しまくってましたよね。西スポって懐かしいですね。ユウさんってどんなブラスケなんですか？面白いですね。面白いです。なんかミスターとの5の戦いでブラでユウって言ってる。多分それは僕だと思います。激鉄くんはそうですね、やってないんでしょうかね。さあこの強いチームですね、やっちゃう。レベルが高い対戦です。キャプテン対ズル、キャプテン八重三島ユタってどんなブライアンつけてますか。 Get ready for the next bat。 ブライアンどん、てか何やってたっけ俺、ストマックにしか打ってなかったの。くだる。ラウンド1、ラインヘンド終わりですか。ナチです。ファイト。攻撃ディジーやプリッツチェンジ3 on 3。 アーイセクト2。ヒットやっぱ3オンがいいですね。ゼロアサルトはできないですか、ボスとか。まあわかんないですけど、ノビはキングで空中シャイニングを練習しろって言ってましたね。ストマットニーズ 6LK。 そうです、ごつい台風が入りました。右の人、韓国チーム倒した人。そうですそうです。
戦は難しいって言われるけど、その理由はどんなの？そうです、杉山さんがおっしゃってるようにコマテクが必要です。ただコマテクなくても強く使えることは使えるんですけど、でも一定の線を超えるともう必需品になってきますね。あと三島大事なのは守備力必要だと個人的にはすごい思います。カウンターヒットアセルト後ステップ拾いは、前ダッシュハーフステップタッチ途中 RK です。これは大会中ですね、対戦ではないです。さあアサルトを使わない理由はなかったぞ。さっき A 勝負が見えるようになってきて美味しい。羨ましい、すげえ。フェイスさえに必要な能力かなんでしょうか。こすり続ける意志力ですからってのが冗談で、まあ総合的に鉄拳が必要とされる能力をまんべんなくって感じでしょうね。さあ防御がうまいやっちゃん。さあトゥーストのヒットダメージがでかい。さあ慎重にいきました。ユウさん、昨日顔 TV で出たペコさんおってないですよ。何のことでしょうか。全然わからない。使ってて一番爽快なキャラって、まあ人それぞれなんでしょうけど、気持ちいいキャラってなんですかね。やっぱ三島は気持ちよさそうですけどね、使えれば。後で泣いても知らんで。ラウンド1お逃げってどっちだけですか。まあどっちでもよければ。さあルイジのブライアンはカウンターヒットです。チャンスを使いたい。さあ強かった。いいブラブラプレイヤーですね。守備重視の守りが非常にうまいです。さあ壁際追い詰めて、なんとかキック、ブッドキック。さあ、しかしドラゴンの方はいまいち戦闘プラスをやった順位が攻めに行く。あ、公式終わったんか。カウンターもレッツ、番長伸び。ペンのピンクルで竜巻のレパートリーが来てます。あー、まあ、ジャブ一緒に緊急事態になってやることしてます。ジャブ得意と着地 LP テストは 2RK2RP カレーパンチ、ここら辺でプロもいっぱいいますよ、プレイヤー。
アリーナステージに回ってるこの前対戦していたためで勝ちそうにやってる。どんだけ繊細なんですか、あなたは。さあ、オフィシャル重視ステップインガードで相手の技を誘う。さあ、カウンター2発目ヒットしたがコンボを決められない。さあ、ジャガパンアバラ4です。モンスターチャージで一発取り返す。ユーサー、フリーズ、ヤセバイプレイヤーとここで、あ、マイクエバレッジプレイヤー、デリシアーサーズ。みんなちょっとあれじゃない？ KO Round 4。繊細なぞ。あ、本当に回ってるじゃん。観客見るとすごいわかる。さあ、機械弱い。さあ、食べよう。僕はの状態見ていきましょう。みんな大好き召し上がり使い藤直のプレイです。さあ、ダブルアッパーで浮かしてお得意藤直コンボ、締めが入らず封じ受けで浮かす。ライダーキックで置き攻め重視、体育抱き。いや、俺は好きじゃないですね、もうこのなんちゃってミシマは。番長好きですね、藤原のこと。番長好きの割には何もしてくれないって言ってましたよ。さあ、絶妙な体力差、壁に追い詰められた平八の壁際、最強クラスでしょう。しっかり高くアサルトを消して、残月入る。2回目の残月を見ても抜けられない。さあ、安全チェンジから逆にシャウユーの置き攻め、よくわからないが、めんどくさい、めんどくさがありのレベルアッパー。めんどくさがりでしたね、今のは。切り替えていきましょう。風神羅刹の柔軟化対決ですね。はい、超吸客にダブアッパー打つあたり慣れてないな。あ、確かにそうです。 KO Round 3 Fight。さあ、リクルート君が貫禄の
三立てですね。風神拳打ったら勝手に手に取ったけど勝ってる。いやボタン押してるでしょそれ。背景は面白いですよ鉄拳は昔から。うわやべやべやべ。なんかカプコンの 2D みたいな試合ですね。手前側の状態を切り替えていきましょう。ラウンド1ファイト。なんか女キャラ率多くねこのゲーム。モテないから女の子使いたいって理由よくわかんないけど、そうなんだ。なんかアニメ出てきそうだなって。K.O. Round 2 Fight! かっこいいキャラは大抵強い。いや、例外もあります。そもそもかっこよさっていうのが感じるところ人それぞれの部分がありますので。でも鉄拳には本当このキャラは絶対弱くなんないキャラいますよね。スティーブとか。そういうのは開発から愛されてるんじゃないかっていう噂が飛び交ったりしますけど、実際のところどうなんでしょう。たまたまかもしれません。鉄拳格好悪いキャラいないですね。なんでしょう、そういう立ち位置なのが万里かなと思うけど。今来た。おっおっで前から格好さはありますね。いいこと言った。タックではパッとしないね。スティーブ、スティーブはめちゃくちゃ強いと思いますよ。さあ投げ抜けて、ペンもそうですね、愛されてると思います。それは僕も感じます。すごい弱かった時期はないですね。さあ9マットワックスが入って後手も追いかけられない。先行総裁から横移動を読まれて、セーバー全シリーズは良かったのないよ。本当そうです。
ステーブは4あんま強くなかったです。ステーブの4最強クラスですね。ジンとリーに、ジン、リー、リーナに全く見劣りしなかったです。むしろジンキラーでしたからね、スティーブは。あのゲームで唯一。あ、俺です。行ってきます。そうですね、ポーロといえばジャブが中断でした。マイルジャブが発生してくれの中断ジャブでしたね。と思ったら僕の試合はなかったです。先方の人が勝ち抜いてくれました。タック2しか知らない俺。あ、最近デビューの方ですね。すごい 5.0 でスティーブルタックしたい。したいですね。タックです。ある必要ないですけどね。 5.0 でスティーブル4の陣は勝利できなかったから何があるのか分からない。パワーパンチからボン。ラストレオの相性は悪いけど存在するでしょう。たくさんいると思います。ワンツースリーから強化に出る。僕らの設計法令がどん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 できてやりたいです。ただ見たいですけど、あれプレスフリー出てないからめんどくさいですよね。機材が配信は側面ありありましたね。2の平和町ワンクリートでプラス13の総合地上コンボ、あの地上コンボがめちゃくちゃありましたね。髪切ってないですよ。ジャブ当ててシャガパン確定とかでしたね。さあこっちを見ていきましょう。リーシ君対するはクーちゃん。Get ready for the next battle. Ah, so much fun to be on.8フレジャブ、10フレジャブありましたね。あれ面白かったと思うんですけどね。もうクーちゃん大会すごい強いんでね。ステブ、ブラ、ニーナ、フェン、ヘイアーチ、そんな感じでしたね。フェンよりガンリューの方が強かったんじゃないかとかそういうあれもありましたけど、こっちはソロです。枕対戦ありえます。ユウさん、ウェアーズ加減もアイドンの発射するキャラが実際だと全部分かるキャラはあるけど、確かにそうですね。ハカフあったね、懐かしいね。
さあ空中拾いをしっかりグラウンドまで持ってくるちゃん、やり込みが伺います。これありますよ、空ちゃん。今下段読みが耐えている。フラヒが立ってしまう。ボルカニックライトニングで KO ですね。西君苦戦してます。あー、スカルはあったね。もっと強くしてもいいと思うんだけどなって僕もそう思いますね。ちょっと弱すぎるかな今は。自動延長はまだ大丈夫だね。頼りにしてる。ラウンド1ファイト。ユウさんは最初誰かの影響でペン始めたのというわけではないですね。ファイブでペンが出たときに気になって使い始めました。ファイブはトッシュを当てて回復できた。ああったねそんなの。ソロでクラッシュってどういうことですかね。オーガのアナザーディメーションみたいになるんですかね。ユウさん4はファラン使ってませんね。4のファランとかいいとこなかったかな。鉄拳シリーズどれが一番好きですか。まあいつだって現行のゲームが一番好きですね。ユウさん、which one better 大阪プレイヤー or 東京プレイヤー。セイフ。鉄拳4の時は竹山さん優勝ですね。竹山さん今ちょいちょいやってるんじゃないですか。いろんなゲームやってますからね。
竹山はいいプレーだが、ファイブのアルカボンの平八の記事を出る気？なんだそれ。リクルートやっちゃって、バンジャマンコタン、バンジャマンさんのところとリクルートさんのところ、そしてもう一個、明るい人藤川と白目というですね。マスターカップでタイトなんか話しました、決勝前とかに。藤川君はじゃあ、ユーさんのジャンプして弱くなったなって。こちらはやったのリクルートのジャンプを決めました。藤沢に 2P を譲ってもらいました。あ、俺らも試合、あ、そう、藤沢チームですね、僕らの対戦相手は。あれ、あ、ごめんなさい、あ、これはその、じゃあこちらどうぞ。大臣青木のアリーナ紹介動画いいね。ニコニコとかにないかな。ニコニコにあったらね、みんなで見ながら紹介動画見たいんだけどね。ワイワイと、2連合勝破れてて何も書いてなかった。あ、そうなんだ。まだその時点で分かってなかったんじゃないですか。執筆から発売の前ラグありますからね。その間にもう考慮しちゃってるとどうしようもないですから。あった集会ちょっと後で見ようかな。ライジン青木で一件ヒットするやつ。ちょっとやっていきます。こんにちは。Get ready for the next battle.こんばんは、どうも。お前と組むとはな。あ、そうですね、西です。ちょっと今ユウさん試合中なんで、その間だけちょっと代わりにやってます。身長は178です。
メリカの人がいるんですね。ハロー、イングリッシュ、アリト。調子はぼちぼちです。大天さん大きかったっすね。でもやってますよ、やってるけど、あんま最近あんまやってないです。持ってますけどほとんどつけてないです。ハンバーガー好きなんですね。メンストさんと古水さんの試合、そうですね、やっぱメンストさん風神の仕方うまかったですよ。ホンダは今日来てないですね。時々新宿いますよ。アケコンですか。アケコン、俺は本当4000円ぐらいの安いの使ってるんですけど、余裕があるんだったらリアルアーケードプロってやつ買った方がいいんじゃないですかね。 LPLP と見せかけて10連コンボ4発、いや、いいんじゃないですかね。 LPLP2 発止め確保あるんで、まあなんかその2発止めに確保入れようとした相手に対して3発目4発目が当たるんで。どうもこんにちは。毎週金曜は安定のスポランスね。木金はスポランス。今大学3年、次4年。あ、ヘルプミーとローハイとは対戦してないですね。まあ、そうです。できればゲーセンの寸法と同じレバーだといいですよね。いやもうそんな昔はなんか若い若い言われてたけど、最近はもう青とかの方が全然若いんです。いやイケメンじゃないです。英語で書いて、あ、間違いないですね、すいません。分かってるのかな。あ、大学生です、はい。You are thank you。あんま英語話せないんですよね。読めるんですけど、ちょっと自分で話すってなると難しいです。おゆうさんめっちゃいい試合してますね。就活してますよ。平日とかのスポーラーも結構スーツで行ったりしてます。はみ切んないといけないんですよね。23 years old。 ユウさんやっぱ勝った、強いな。面接とか受けてないですね。説明会みたいなのしか受けてないです。カズヤ三島、三八三島。Get ready for the next battle. Kanojo ですか？ Kanojo いないです。髪もらないの。いやあんま持ってないですね。基本的に面倒くさいんであんまやってないです。Round one.ブライアンにはドラグ以外、まあ、ブライアン一番多いのボブじゃないですか。ブライアンボブってすごい多いと思います。テレビのインタビュー、あ、受けてましたね。あれはなんかノビが王様のブランチで言ったやつですね。結局俺のカットされちゃいました。コメントそうですね、コメントは拾ってます。ホンダは今、テイリュウって英語でなんて言うんだろう。テイリュウちょっとなんだろう、わかんないですね。テイリュウ。いや、イケメンじゃないからいないんじゃないですかね。
ユウさんに勝ってる部分、ユウさんに勝ってる部分、俺がですか。いや、なんだろう、基本的に俺ユウさんのもう真似ばっかなんで、どうだろう。いや、カット残念でしたね。ブルードラゴンでいいですかね。まんまっすね、ブルードラゴン。数字何なんですかね、清流って。あ、今藤直君が清流だから数字出るかもしれない。あ、栗君と今度はどっちがいいか、どっちだろうな。まあ、でも反応とかは間違いなくホンダじゃないですかね。あー、英語で言わないといけないのか、難しい。ユウさん大好きなの。いや、もうそうだね、昔から尊敬している人。22段、22段。金曜のスプランですか。金曜のスプランはそうですね、ジョイボの面倒多いですよ。昨日もジュンちゃんとかキルさんとかいましたし、シャバシラさんとかもいました。ロビー5立てしてたんですか。やっぱあいつすごいですね。うん、まあ、クリ君の方が大高いですからね。まあ、あんま俺クリ君の試合見たことないんであんま何とも言えないですけど、まあ総合的に見たらクリ君の方がやっぱ強いんじゃないですかね、段位的にも。Get ready for the next battle.俺たちを止められるか。Je peux régler ça toute seule. Round 1. Fight! Round two. Fight. なかなかリスク、後ろがいない。あ。あれ当たってるの。強い。それ避けれるだろ。生チェンで避けれる。いや、アリスとか同キャラフェンターケ使ったことないんだよ。 You win。Ready for the next battle. 俺たちを止められるか。Round 1. Fight!
Ready for the next battle. Feel free to sit this one out. Round one. Fight!
最後、立ち途中 LK 横移動で強いのに、鉄拳をする予定はですね、影丸にですね予約されてます。さあ見ていきましょう。Get ready for the next battle.頼りにしてるぜ。Round 1. Fight!ハンマーポップリットね。ワンツーから入っていくあたり、なんかリスクしてますよね。キュー。シャットアップ。イエローで。ラストに壁に追い詰められると後ろ両 P の潜りを警戒しなきゃいけないですからね、小技が触れなくなってきた。KO! Round 3. Fight!
さあ、下半身から入れて、ちょっと攻め手に欠けてるのが、ワンピー側やっちゃう。ラースにいいようにされてしまうのか、エルボーコロナー。長めを見てから、フレームヒール。ペチペチと。さあ、選ばれたステージは伸びステージ。じゃあちょっとやろうか。頼りにしてるぜ。ラウンド1ファイト。も兼ねているのがラーズのクレーム攻めです。
決まりましたね。優勝はリス君トライバルチームです。おめでとう。リス君が次の組手行きにまた大きく一歩リードしましたね。投げ抜けした時の相手にダメージ入るようにしてほしい。誰かのおじいいるかな。